異界とは、国家の制度に基づく個人の序列の表示である。くらいとも言う。異界という語は、基本的には、地位、身分の序列、等級といった意味である。制度としての、以会は、元は古代中国の政治行政制度である、律令制や、それを掲示した国における官僚、管理の序列の表示、身分制度である。後には、以会は、長く、 感触にあったものや特に功績のあったものなどに与えられる栄転の一となった。異界を授与することを異界に除する、または助意という。日本における異界制度は律令制に基づく政治行政制度とともに中国から掲受し独自の発展を遂げた。管理の序列を定める制度は603年、水古天皇11年に下に12回の制度を定め、 官人に対して、冠無を与えたのが、はじめとされる。この、官位制度は、その後数度の変遷を経て、701年、大法元年の大法令及び718年、養老二年の養老令により、位界制度として整備された。律令制における位界は、親王が四回、品位、本位、長が十五回、初心が三十回ある。医界は功労に応じて昇進があり、 異界に対応した官職に就くことを原則とした簡易相当制。また原則として軍公に授けられた軍党、一党から十二党とも連動、合わせて異界軍党と称した。673年天武天皇二年以降は神道の神神社にも異界が与えられた神界を参照。後には神社に対する訓意の授与も行われた。異界制度は 本来は能力によって、異界を位置づけ、その異界と能力に見合った感触につけることで、感触の世襲を妨げることを大きな目的とした。しかし、影倉の性を設けるなど世襲性を許す条件を当初から含んでいた。そのため、平安時代の初期には人材登用制度としての異界性は境外化して、一部の上流貴族に世襲的な感触の独占を許す、至った。 また、成功、情報や燃料給分、年給などの中は制度的な倍感も盛んに行われた。旧世紀に昇殿の制度ができると、朝廷の身分制度として、以外だけでなく、昇殿を認められているかが重要となった。昇殿を許された、天上人、道上、十世紀以降はおよそ5位以上に対し、昇殿を許されていないものを、人下と呼んで区別し、 もっとも、異界そのものは、以後もある程度の効力を持って存続し、基本的な体系も変わることなく、明治維新まで保持された。明治時代の初期には新たに近代的な大乗管制が敷かれ、多くの制度が再編整備された。この中で、異界制は小一くらいから小創位まで18回に、簡素化された後に、創位の上に9位を設けて20回としたもの。 律令制での簡易相当性に習い新たに作り上げられた感触性と深く結びついて存在した。しかし1871年9月24日、明治4年8月10日に出された明治4年大上官布告第400号により、従来の簡易相当性は廃止され新たに15回からなる関東が定められたことにより、異界性と感触性との関係は断たれた。 もっとも異界性が廃止されたわけではなく、その後も管理をはじめとした諸人に異界は与えられ続けた。また1875年、明治8年4月10日の御事のりにより、君党勝敗制、君党と高級からなる国政、君章制度が定められたことによりそれまで異界性が、担っていた英典としての役割を分有することとなった。明治時代の半ば1887年、 明治二十年五月四日に交付された、ジョイ条例、明治二十年直令第十号において、盆ン派家族直送人間及び、国家に君公ある者また派表彰、スヘキ君イサオある者を、ジョス、一条と定まられたことにより、異界は、栄典としてその役割を特化された。この時、異界数は、やや簡素化され、小一くらいから十八位までの十六回とされた。は、 この少し前の1884年、明治17年7月7日に出された家族令、明治17年区内省たちにより定められた社会制、家族制度と連動するものとされた。さらに一回放線事務が区内省家族局の管轄となり、一回放線事務取扱い手続き、上位新海外機が相次いで定められ、明治国家の異界制は一応完成した。は家族、 直人間、送人官、非職の有意者、高位差を者のそれぞれの内部序列の基準となるとともに、すべての階層の宮廷での朝半の基準として機能し、簡易訓釈性の感触性、訓当性、爵位性を束ねるものとして、明治国家の中に位置づけられたとされる。除位条例は、1926年、大正15年10月21日に公布された、異改例。 大正15年直例第25号により廃止された。第二次世界大戦後、国家、社会の制度が大きく変革され、従来の、栄転制度や管理制度も改革された。1946年、昭和21年5月3日の閣議決定により、生存者に対する除位除勲は停止された。その後、1964年、 昭和39年に生存者除君が再開された時も生存者に対する除位は再開されなかった。個人に対する除位は引き続き行われ、1947年、昭和22年5月3日に施行された日本国憲法の下では、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行われる営典の一つとされ、改正以外令。 大正十五直令第三百二十五号。昭和二十二年五月三日政令第四号により、改正を、その法的根拠とした。ただし、天皇に、除位の決定権があるわけではない。二千一年、平成十三年の英天制度改革においても、我が国の歴史や文化に、関わりのある日本固有の制度として価値があるとともに、現在は、国家、公共に対して、 功績のある人が死亡した際に、生涯の功績を称え追悼の意を表するものとして、運用されていることから、存続させることが適当であるとして、大きな制度変更は行われなかった。異界については、内閣府大臣官房人事課が所管する。異界制度は、異界と官職を関連づけることにより、官易性血縁や勢力にとらわれず、適材適所を配置し、 食の世襲を防ぐとともに天皇が異界を授与することで、すべての権威と権力を天皇に集中し天皇を、いただきとした、国家体制の確立を目的とした。大法令、養老令のうち簡易に,について定めた、簡易令によれば、皇進皇族の親王は一本から四本までの四回、将は小一くらいから十五一下まで十四回、初進進化は小一くらいから小僧以下。 小添の下まで三十回の位階がある。正位は、小位、十位は、十位と読む。また一般的に三位は、三位、四位は、四位、七位は、七位と読む。律令制では位階によってつくことのできる感触が定まっていた簡易相当性。また、礼服、重服は位階に応じて、色等が定められ、特定の色や素材の衣類、乗り物、 所持品等は一定の異界以上にのみ許されると、政権が加えられた。また、5位以上の者には、遺伝が支給される規定となっていた。なお、律令制における、貴族とは5位以上の者を指した。また、すべての官人が異界を有していたわけではなく、官に相当性のない支部、友部、ト根里などの下級官人の中には、無位、無位の官人もいました。朝廷び明治新政府では、 個人に対して、生前の功績をたいた会、または官職を追蔵することがあった。委会を送ることを贈意、官職を送ることを贈官といった、例、増生四位、増内大臣。律令制では、行為者の子孫を一定以上の委会を授ける影い、恩義の制度が設けられた。養老律令の先除令によれば、子孫が二十一歳以上になった時に除位され、影倉医師格者は、 皇身、御西洋の子、初心三以上の子と、孫、五以上の子である。訓移、増移も、影くらいの適用を受ける。影倉いの性は、中国の律令制に習った制度だが、中国の制度よりも資格者の範囲は、今日、与えられる意界は高い。意界性は、明治維新により、律令法が廃された後も、大上官においてはしばらく続けられた。 1869年8月15日、明治2年7月8日に制定され、同年9月27日、8月22日に定められた職員令により、各位会上下がなくされ、総意の上に9位、正9位、受9位を設けて、全20回とするなど、簡素化も図られた。ただし、総意に相当する官職は設けられなかった。1871年9月24日、 明治4年8月10日には、関東の導入によって、食会と連動する異会制は廃止された。1887年、明治20年5月4日には、異会制度の再編が行われ、上位条例、明治20年直例第10号が制定された。これにより異会は小1位から18位までの16回と、され、対象者は、およそくらいは、 家族直送人間及び国家に訓功ある者、または表彰すべき功績ある者に助とされた、ジョイ条例一条。十四以上は、直受、区内大臣から伝達、正後いいかは、総受、区内大臣が、天皇に奏してジョイ。四位以上は、家族制度に基づき、十一位は、公爵、正二位は、公爵、十二位は、白爵、正十三位は、死爵、 生十四位は男尺に準じる礼遇を受けた。書簡は、区内省、総佐都市領。1910年、明治四十三年には、総佐都市領審議会が設けられ、懲戒活動が行われていたが、その議事は秘密とされていた。1926年、大正十五年十月二十一日には、異界令、大正十五年直令第三百二十五号が、 制定された。異界令では、従来の女位条例から、助釈対象の順序が変更され、国家に訓行ありまたは表彰すべき功績ある者、有釈者及び釈を襲わくことを得べき、相続人、在官者及び在職者とされ、英典制度としての側面をより強調することとなった。異界制度は、英典制度の一つとして、勲章、報章と共に維持されたものの、 新民にのみ与えられ、皇族は、ジョイされることはなかった。ただし、皇籍を離脱した者は、ジョイの対象となる。また、叙君とは異なり、日本国籍を失った時には、位も失い、外国人がジョイされることもなかった。これも所管は、区内省、捜査と資料である。異界例によると、正二位以下の授与形態に変更はなかったが、正十一位は特に真珠。 新授式で天皇から息を授与とされた。第二次世界大戦の終了後の1946年、昭和21年、生存者に対する助君と助位は一時停止された。1947年、昭和22年5月3日、異界令と異界令施行最速は、帝国議会最後の吉田茂内閣の内閣官制の廃止等に関する政令などにより、軍法会議、 犯罪即決官庁、即決の言い渡しなどの条項の削除、また、宮内大臣、捜査と資料総裁を内閣総理大臣に改めるなどの改正が行われた。宮内省と捜査と資料は廃止され、家族制度の廃止とともに、有借者の相続人への除意も廃止。死亡者に対する除意はその後も行われており、内閣の助言と承認により行われる天皇の 国事行為である、英典の一つとされ、日本国憲法の下ではあるが、従来の異界令を法的根拠としている。死亡者のみをその対象とするため、個人の功績を叩え追悼する意味合いが強く、官報で公示される。授与にあたっての選考基準は、功績種別によって異なるが、対象者は長く公的な職にあったもの、議員、公務員、消防団員、教員など、 や、在職中に死亡した公務員が多い。皇族、王族及び皇族には適用されない。また、叙勲の所管が内閣府の省勲局であるのに対し、ジョイの所管は内閣府の大臣官房人次官。1952年、昭和27年の第15回国会に理解の規定のある英典法案が提出されたが、これを叙勲と併用することで、 表彰の法とに潤いを持たせたく考える、小形武虎内閣官房長官としていたが、同法案は廃案となった。生存者に対する叙勲は1964年、昭和39年に再開された。除衣された場合、それを称する域が交付される。域には、縦書きで次のような記載がなされる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。